サッカー愛護士とチャンネルへようこそ。このチャンネルは自身も選手として活躍していた応援 FC 中田と尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。ということで今回のゲストも前回に引き続き杉龍一監督をお招きしております。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日のテーマは、はい、今日のテーマは、くのり選手のすごさを聞いてみたということで、若手の選手の方、そうそう、はい、くのり君っていうのはこれからの選手ですか、監督？そうですね、はい、今関西大学の2回生で、関大？はい、関大の2回生です。すごくこう今注目してもらってる選手ですね、はい。関大の今年2年生になったばっかっていう、ね。2年生になったばっかで、はい。なんか聞くところによると鎌田2世とかっていうこう。言われ方をしてるっていうふうにして、まあ、いや言われすぎですよね。多分ね、境遇というかジュニアユース時代のところが似てるのかな、もしかして。ジュニアユースはこの子はどこ？彼は京都サンガ FC なんですよ。おお、はい、で地元、まあ、鎌田大地はもうそうなんですけど、まあ、ガンバ大阪で、まあ、ジュニアユースでおーってなったんですけど、やっぱサブ、いわゆるサブっていうかね、あんまり試合出てなかったと言われてる子なんですね。あ、で、くのり誠也も実は今こう、今180センチぐらいあるんですけども、160も余裕でなかったかな。ちっちゃくてボランチやってて、うん、サンガのいわゆる B 戦っていうかね、サブ戦に出てるような子だったんですよ。あ、そうなんだ。それがすごく、まあ、うちの高校に入ってくれて、まあ、僕携わらせてもらってこう急成長してくれたから、もしかしてそこら辺で鎌田2世って言われてるのかな。あ、なるほどね。でも地元なんだね、京都の。そうです、そうです、はい、地元です、はい。うーん、それはやっぱりそういう運を持った子なんだね、そういう子は。あのね、もう、うん、非常にこう、なんていうんですか、全てがこうプラスにいきますよね、彼はね。この3年間、行きましたね。よく僕らも言うけど、その子が持ってる運、不運っていうのは多少あるじゃない。はいはいはい。なんかこう大事な試合の前に怪我すること、ね、はい。なんか大事な時にちょっとこういろんなことでつまずく事件があるとかね。はいはいはい。でもその子は今の話で、いつも僕は前もそうだったんだけど、素直か素直じゃないかとか、教えやすいとか教えにくいとか、はい、こう、どっち？あのね、彼が、あの、くのり誠也がこれから成長するためには素直すぎる部分を直さなかった。なるほどね、はい、わかるわかる。やっぱりわかるよね、それね。もうちょっといい意味でやんちゃな部分を出しなさいと。なんですよね、だから2年生、3年生ぐらいになった時には僕はもうやっぱりいわゆるエゴイストになれるというかね、もっとこう強引にプレーしなさいと、すごくこう優しいプレーをするんですよ、ゴール前でね。彼は今フォワードなんですけど、もともとフォワード？いや、中学の時はボランチだったんだから。あ、体が小さすぎて。ああ、逆にね、うん、はい、うん、なるほどなるほど。そういうやっぱり1年生の時もやっぱりこう潰されてしまうんで、うん、どうしてもサイドハーフに逃げたりとか、うん、ポジション的にはしてたんですよ。うん、じゃあただ僕としてはやっぱフォワードで、やっぱりすごくこう魅力のある選手だったんで、潰れてもいいからどんどん勝負させてた、期待してた選手ですね。そこはやっぱり大きいよね。パスを選択するっていうかよくあるじゃない、フォワードでも。はい。やっぱ前の選手はやっぱ行ってほしいよね、僕らからすると。そうなんですよね。で、それが性格がね、多分ちょっと邪魔してたかな。すごくいい子なんです、いわゆるいい子なんですよね、うんうん、それが邪魔してた。まあ、ただ3年の時、インターハイの時か、2018年のインターハイとか選手権の時、やっぱりこう強引に行けるようになっていたんで、やっぱり高校の時代でぐっとぐっと、日に日に変わっていったっていうのはありますよね。なるほどね。はい。やっぱ素直な、まあ、やっぱりいい子はいいで全然いいんだけど、そこにちょっとさっきの話のエゴイストに なれるかなれないかね。そうですね。あ、さっきのちょっとこうやんちゃな部分をちょっと制御しながら対応 していって、適応していくっていうやり方もあるけど、まあ、どっちも大変だろうな。
そうですね。僕はやっぱり真面目な子がやんちゃにのイメージとかエゴイストになってることの方がちょっと性格的に難しいのかなっていう、ずっと見ててね、いろんな性格で、うん、爆発的になるにはよっぽど、うん、できるようにならないといけないじゃない。そうですね、だから潜在的に持ってないからね、やんちゃな部分っていうのは。でも逆にその子は大学行ってよかったかもしれないね。あ、そうなんですよ、本当こう、まあ中学の時は小さくて、高校の時すごく細かったんですよ、うんうん、で、ちょっと彼にはいろいろ話が、いろいろというか高校2年の時に夏に、大怪我したんですよ。あ、今日は夏の暑い中の、ミーティング中にちょっと貧血を起こして、うん、で、ちょっと歯を折って、顎を折って、うん、倒れて入院をしたんですよ、夏休み。あ、そしたらもう、もともと細いのによりガリガリなんて帰ってきたんですね。で、そっから冬に向けてもやっぱりコンディションも体重ももちろん上がっていかない状態だって、で、これはおかしいっていうことです。まあそれが本当に良くないことなんですけど、それが幸いして僕らがやっぱり病院に行きなさい、うん、ちょっとなんか他の病気があるんじゃないかと。あ、ということは結局鉄分が足らない、鉄分が不足してる選手だったんですよ。よくあるね、貧血。そうなんですよ、よくあるのっていうのも僕も今知ってるんですけど、それまでは、なんでこいつ走られへんのやと。ああ、あるある。僕はね、結構前にいた同じやつがいて、鉄分だっつって言って、もう 何年か前に病院行ったら、やっぱ血液検査したら分かった。そうなんですよね、うん、そういう子だったんだ。そうです、だからいつもね、入学してもね、してからもずっと、例えばあまり走ることはしないんですけど400m 走ったら 200m ぐらいまでいつも1位なんですよ、うん、彼。でもそっから急激に落ちて、いつもベベで帰ってくるんですよ。で、僕、普通からしてるのは、お前何考えてんねんってなるかもわからないんですけど、一生懸命、いつも一番走るんですよ。だから、こいつは一生懸命やってるけど体力がないんだな、でもこれ3年間続けたら良くなるよなってこっちは信じてね、ずっとやってたんですよ、うんうん、でも一向にそういうとこ上がらないんですよ。いつもすぐ汗かいて、試合中もすぐバテるんですよ、うんうん。で、その2年の時にそういう、まあ、事故があって入院して、それを機にちょっと病院に行った、まあ、いわゆる巧妙ってやつだね、そういうのがね。そうなんですよね。で、そこからその薬をね、しっかり飲んで、で、体重も上がっていって、結局インターハイ選手権でああいう活躍ができるようになったんで、まあ、もちろん体重もどんどん上がって、なるほどね、取っていくというかね、上がっていったし、だから本当大学では本当期待してるんですよね、そういう意味で。そうだろうね、今もうまだ2年になって、まあ、コロナだから今こういう状況だけども、まだ2年生であればね、体も、はい、それから人間性も含めて、はい、優しい子がやんちゃに変貌することは可能だもんね。そうですね、もう本当に絶対肉体的には変わっていくと思うんですよね。変わっていくでしょう、今の、はい、とか性格的にもおとなしいとかね、素直だとか真面目な子っていうのは、やっぱりちょっとこう色つけていくにはやっぱ時間かかるから、いきなりこう、はいはい、プロにもし慣れてたとしたならば潰れちゃうタイプかもしれないよ。そうですね、うん、それはやっぱりいい感じで今成長してるから運がいいんだよ。はい、まあ多分運がいいんだと思うよ。でもその子は何、フォワードとしては、フォワードとしてのこうストロングは見た目とか決定力あると思います、僕は。あ、そう、うん、シュートもうまいんだ。シュートうまいですね、うん、でも1センチぐらいになってれば、背もヘディングでも強いんかな。ヘディング、そうですね、まあ、一つヘディングの必要性というか重要なところでいくと、やっぱりこう勇気を持ってね、うん、岡崎選手じゃないですけどゴール前でそれを持ち合わせてるんですよね、彼には。だから今やっぱ線が細いから、行ってもやっぱりね、屈強なディフェンダーに潰されることはあるけども、これがさっき言ったように肉体がついていけば、この一番大事なゴール前での飛び込む勇気というか、それは持ってる子なんで、これはヘディングでも点は取れると思います。なるほどね、はい。じゃあ将来は、今はまだそのブレイクする手前だけども、楽しみな選手はあるね、はい。
そうですね、あの本当楽しみな選手です、はい、いや僕は大学やってるからさ、じゃあ今度関大と試合となってちょっと見に行ってね、やられる前に藤井さんって言って行ってちょっとプレッシャーかけてあもうその一言だけであのね、あもうちっちゃくなってしまうからやめてくださいそうだよ、あのもう本当帰らし子なんですよ。あそう、あの僕が3年間担任してたんです彼。あそうなんだ、はい、で教室ではね、どっとあのさっきの話じゃないけども生活面も真面目なんでしょ、どうせもう真面目でね、あの教室にホームルーム行くとね、あの少年コナン君みたいなメガネかけてるんですよ見た目もその可愛い感じなんだ。可愛い、もう可愛い子なんですよ。最初入ってた時に160ぐらいしかないんだ。そうだ、そうそう、ちっちゃかったし細かったしね。あで、キャセラ、はい、だからいろんな先生、他の教科の先生がね、いや、あいつ教室でいてるかどうか分からへんです、あれ優秀選手が本当につってよく言われます。まあ、なるほど、そういうことでいくと優秀選手を取るようなレベルの、その見た目はしてなかったわけだ。そうですね、はい、まあまあそうですね、はい、でもそういうのもまた楽しみだよね、僕らとしては。その成長の度合いがこう入実に見えていくっていうのがね、本当すごい3年間で成長してくれましたね、はい。なるほどね。じゃあちょっとそれを僕のノートにも書いてね、はい、どっかで試合ができたりその子のあね、あと見て応援しますよ。あ、ぜひ、はい、もう彼は本当に必ずその、卒業するときには、卒業前後かな、4年生とか卒業するときには、やっぱね、スカウトの目にも止まるようになるだろうね。はいはい。じゃあ我々もロビー活動もせれば彼は。よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございました。今日はまあそういうところで。今回君のセリア選手についてちょっとお話を伺ってきました。ちょっと真面目な選手の方が伸びるのかなっていう。いやいや、もう真面目な選手しか伸びない。あうん、真面目だけじゃダメですけどね。まあ、もちろんそうですよね、はい、というわけで今回もお話聞いてきました。また次回の方でもちょっと指導者としてのお話を聞いていけたらなと思っているので、その時もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました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 。